アイテム番号 SCP-484-JP。 オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル SCP-484-JP は現在レベル4の情報機密によって情報保護が施されています。SCP-484-JP の現在位置と収容状況についての情報は、セキュリティクリアランスレベル4以上の職員のみに開示されます。情報の開示を求める場合は、特殊要件回線 KXX627 へ連絡し、指示に従ってください。SCP-484-JP の米国領内への持ち込み、または収容域が SCP-484-JP の基準により米国領とみなされるような事態は、緊急対処手段の行使も含め阻止してください。SCP-484-JP 情報は電子媒体上でのみ取り扱われます。SCP-484-JP 情報には情報セーフティ措置第5項が適用されています。SCP-484-JP に関係する情報のコピーや印刷はセキュリティによって完全に独立し、ロックされた状態であることに留意してください。説明 SCP-484-JP はかつて財団本部管理下のサイトにおいて使用されていた D クラス職員収容措置用の電気椅子です。本オブジェクトは少なくとも、削除済み、都市までは通常の電気椅子として活用可能であり、その実績として、回にわたり収容措置の実行に利用されていました。しかし、削除済み、都市からその特異な異常性の発言が見られるようになったため、財団本部により一時 SCP オブジェクトとしてナンバリングされ、研究が行われてきました。SCP-484-JP は最初の異常発現時から、異常特性の影響範囲の拡大もしくは新たな異常の発現が報告され続けていました。財団本部においてはそれらの解明と封じ込め措置の開発、実施に多大な資源の投入と犠牲を余儀なくされ、その結果として SCP-484-JP の異常特性に関しては、本オブジェクトを用いた収容対象が暴露していた複数の SCP オブジェクト群の影響によるものの混合が起源であるとされました。SCP-484-JP が発現させた複数の異常特性は複数の SCP オブジェクトの性質と部分的に類似する点が見られ、それらオブジェクトは過去に収容対象であった D クラス職員が最後に暴露したオブジェクトであったことから。この結論は財団本部の公式の見解とされました。SCP-484-JP は複数の異常特性を常時無作為的に選出し、それらを同時に発現させます。それらは基地の SCP オブジェクトの性質と部分的に類似しているものもありますが、それらの混合、または全く未知の性質も次々に報告されていました。それらのほとんどは予測が間に合わず、財団本部は収容の難しさに、複数の実例から予想される人類社会への潜在的な脅威性から SCP-484-JP をケテル分類していました。以下は、その中でも特に脅威性の収容難度が高いと思われる性質の簡易的な概説リストの一部です。半径50メートル以内に存在する人物が視認した壁一面に、人間の目部を生成する。目部の視界内に入った人物にこの性質は感染する。半径2以内に存在する自動装置、または承認プログラムを常時作動させる。サイト内において統計的異常を発生させ、確率的整数を負数へと置換する。SCP 構成要素を発生させる。SCP-484-JP に接触した CO2 に現行人類と同等程度の知性を付与する。無作為的に SCP-484-JP 座上に出現する存在を、無作為的に選出された各国の権力者、軍事関係者の夢27日間にわたって登場させる。その際、被験者はオレンジ色のつなぎをまつわった人間の姿も同時に目撃したと証言した。サイト、人員の 62% が同時に同様の規制を3時間にわたって上げ続け、その間一切の事象に対し無反応となる。SCP とテレパシーを使用したと思われる会話の実行。それらすべてにおいて SCP-484-JP は大量の人間が同時に何かを叫び続ける音声を発し続けていたとの証言が得られました。国立公園自然現象の活性化。その間 SCP-484-JP は常時震え続けていました。削除済み。削除済み。その事象について言及した記述すべてにおいて、その事象を消滅させないことを含んだ大規模情報災害。SCP と同様と思われる事案の発生と無力化。これらは SCP が無力化された当時の経緯を模倣していると考えられます。
SCP オブジェクトに暴露したせいで収容される D クラスを同じ電気椅子にかけ続けることが失敗だったなどと、どうやって当時の我々が知り得ようか。D、博士。SCP-484JP は現在財団日本支部への管理の異常に伴い、政府へと再分類されています。政府再分類への経緯はホイを参照してください。ホイ 1SCP-484JP が新たに発現させた性質によって日本の削除済みへと瞬間的に移動した際、SCP-484JP はこれまで発現させていた全ての異常性を喪失しました。しかし、最終要手順に基づき財団本部との合同調査によって SCP-484JP を確保し、財団本部への引き渡しを実行したところ、SCP-484JP は性質を再発現させました。この事例から SCP-484JP の性質を無力化する方法の調査と実験が財団本部と財団日本支部の合同によって行われ、その結果 SCP-484JP は米国領外での収容においてその性質を喪失することが判明しました。これについては SCP-484JP の管理権や取扱い情報、記録を米国領内にて保持した場合であっても性質を再発現させることから、SCP-484JP に関する全権限と全記録の異常が財団日本支部に対して行われました。SCP-484JP の性質の再発現を防止する目的で、SCP-484JP の現在位置と収容状況は原則的に秘匿されることが財団日本支部理事会によって決定されています。セキュリティ違反が発生した場合、各職員は留意してください。ホイに財団日本支部への異常が完了してからに41日目に、SCP-484JP が部分的かつ一時的に異常を再発現させました。その性質において、SCP-484JP は D クラス用 ID カードに酷似した模様が胸元に刺繍されたオレンジ色のつなぎを、座上に出現させるに止まりました。ID カードに酷似した模様上には以下の文章が、複数人の血液を混合させた液体で書かれていました。F、R、E、E、V、M。血液の DNA は損傷が激しいため、明確な個人の特定には至っていません。